You're listening to Shibuya Cross FM。 狼少年の君こそスターだー。さあどうも、はい、始まりました。いや、バッタバタですね。はい、ちょっと皆さん、バタバタに入るの俺行列で入れなかったんだから。そうですよね、一番後ろでメイン MC が入れないっていう本番開始。さあというわけで、始まりました狼少年の君こそスターだ。はい、狼少年の浜口です。お願いします。お願いします。科学と森田くんです。お願いします。はい、おはようございます。来た、来ました。すごい、今日ドタバタ劇だ。ドタバタでございます。今ね、あの片岡さんが入ってきた。はい、そうですね、はい、いやー、ちょっと あ、そうですか。狼少年片岡です。このラジオ何、満員電車なの？いやいや、どういうこと。通勤ラッシュのさ、いやいやいや、大変で、どんな感じ。ちょうど始まったところで自己紹介した。しましたよ。我々しました。いや、ゲスト、スケルトンメンバー、イエーイ。ドリームショーから来てくれました。はい、よろしくお願いします。で、自己紹介いいですか。はい、何してる。会議ですよ、会議、仕事で。声、声、声、声通ってないですよ。サウナじゃないんですか、サウナ行くか。声、声どうしてる。いやいや、普通に走ってきたからですよ。はい、いいダイエットじゃないですか。なあ、そう。あー、いや、大変。だって朝一は森田と一緒でしたから、9時からな。9時から、はい。で、そこから10時半ぐらいにばらけて、はい、3本仕事してこれですから。わー、大変ですね。もうだからトイレ行く時間がないっていうね。あら、売れっ子ですよ。いやー、そんなことないよ。やらしい顔、やらしい、やらしいな顔が。いや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 、本当に。じゃあ美穂ちゃん自己紹介お願いします。はい、歌って踊れるぽっちゃり95キロ、大山美穂です。はい、本当？お願いします。美穂ちゃん、なんかね、美穂ちゃん、あの人じゃない、それそれの人じゃない。違う、俺らしか分かんない。誰人ちゃんさん、違う人ちゃん、身内ネタ。それそれ人ちゃん、似てるね。似てるんですか。そうそうそう、 MIO 美穂でございます。よろしくお願いします。美穂ちゃんは、おです、おです。留学とかしてたんね、ニューヨークとかね。ニューヨークに3年行って。すごい、3年。おお、3年。英語とかもペラペラね。英語も喋ります、そう、ダンス学校に行ってまして。ダンス学校、はい、行きながらゴスペル歌ってましたね。ゴスペルハレルヤ、ハレルヤと、はい。だから今回も美穂ちゃんのちょっとそういう見せ場あるんですけど、うん、もう声が、え、ゴスペル、ゴスペル、四ツ谷三丁目中に広がるぐらい。やばっ、ぐらいすごいんですよね、声がね。いたしますね、迫力のある声を、はい、ぜひ、私の歌声を楽しみ来てくださいよ、森田さんも。そうですね、行きたいですね。見たいっす。え、ちょっとだけ、ちょっとだけ先行公開。どのぐらいの声量なのかちょっと見てみたい。あ、ちょっとマイクがちょっと割れちゃうね。割れちゃうかもしれない。割ろう、割ろう、ダメですよ。割ろう。じゃあちょっとあの発声だけ。はい、はい、お願いします。出るんだけど、どんどん出るようになってくるんだよね。へぇ、ね、ちょっと僕もやっていいですか。風に吹かれて花が散る、雨に濡れても花が散る、咲いた花ならいつか散る、同じ定めの恋の花。気持ちよくなっちゃってる。すごい、時間を返してくれ。うまー、普通にうまい。うまかったの。そうそう、張り合ってきちゃった。なんか系統が全然違うから張り合ってない。まあ、そんな美穂ちゃんですが、よろしくお願いします。そして続いて20歳のフェロモン担当のフェロリンです。
本名でいいんだよ、はい、本名はリンカです。あの役でリンカさんセロリンという役をいただきました。はい、リンカちゃん間違えちゃった、よろしくお願いします。なんか今回そういうお芝居の中でちょっとフェロモン担当みたいな、あら、なにリンカ出な、あ、ここで、あ、また来たみたいな、ダメダメ、言っちゃダメだよ、また来たはダメだよ。めちゃくちゃ気になる。へぇ、その衣装なんですか。あ、これは違う、私服です。え、私服、はい、そんな目がちょっとおじさんたちの目になってるもん。俺何回か見間違いかと思いました。普段からこういう洋服は、どうなってるの。あー、みんなで胸をそうやって見て、そうやっても、いや、これ私服なんすか。はい、こういうなんか海外っぽい服が好きで、はい、やっぱし、なんかすごい、やっぱ強調してるじゃないですか。はい、なんか強調する人ってのはやっぱちょっとここに見てくれみたいな、いや強調コンセプトはあるの。されちゃうというか、あんまり強調してるわけじゃないけど勝手に強調されちゃう的な。わかるわかる。何がわかる。おばさん。ちょっと。ちょっと。ひーちゃんが。へえ。なるほどね。そんな感じなんですか。はい、どうですか。今回スケルトンやってみて、だって初めてでしょ。初めてです。舞台お芝居とかも初めてだよね。はい、もうお芝居が初めて。なんか自分のダンスで笑いが起きたことがまずなくて、そういう風になるっていう想像もつかなかったんですけど、はい、稽古に出てみてこう横山さんが面白く、うん、かっこよくっていうのをやってくださって、うん、はい、で、なんだろう、この周りの方たちの演技力とか、うん、はい、そのお笑いセンスだったりとか、うん、毎回同じ稽古やってても毎回、うん、笑いが起きるっていうところにすごい、なんかすごいすごいなと思って、本物ってすごいなっていうか、ミリオン。元の職業は何なんですか。ショーダンサーとか振付師とかインストラクターとか、そういう夜のクラブとか、はい、ショーとかそういうとこでフェロモンなんですって。もだからなんか、うん、なんかこういうタイプだからさ、うん、なんかこういや私なんてみたいなさ、うん、感じじゃない。だからよいしょとか言わなそうじゃん、うん、だから今言ったことが本音にすごい聞こえるでしょ、はい、うん、だからこういうやっぱりんかちゃんがこういうことを言うことによってやっぱりみおちゃんとかも、うん、そうよねみたいなそういうタイプなの。ドラゴンボールで言うとベジータみたいなもんだから、悪いやつと思ってていいことすると、はい、めっちゃいいやつに見える。リンカちゃんっておべんちゃら言いませんかんで、はい、クールビューティー、おべんちゃら私言いませんかんで結構前の、ね、うん、入れ方が、はい、うん、だからカンナちゃんのこととかも、うん、私はカンナさんついてきますって言うから俺は客観的に見ると結構行くねおべんちゃらと思ってたらパッてカンナちゃんみたいな気持ちよくなっちゃってるって。そう、私の弟子なんです。そうそう、そういうね、はい、感じらしいんで。そう、なんだかんだでね、もう10個下だから年がですよ。そう。ねえ、ちょっと私がさ、もうちょっとそういう見えないって言ってほしいから、見えない街ですよ、今。見えない。見えないって行かなきゃいけないんですけど。なんだろう、2、3週間前も出てもらったんでね。そうですね。ああ、このパターンかってなっちゃった。いや、それ慣れてほしくないんですよ、私にね。ファーストのリアクションで行かないと。そうなんです。えっつって何回でも。なるほど。なるほど。ちょっと気をつけます。さあ、じゃあ続いてカンナさん。はい。はい、諦められない女、カンナです。よろしくお願いします。いい声。知ってますね、それね。何が諦められないですか。まあ、夢？夢を追いかけ続ける30歳なんですよ。あ、今リアクションですよ。え ?37 歳って。あ、ちょっと気をつけます。ちょっと本当に私ね、常にミュージカルの中に生きてると思ってるんでね、はい、その一緒の舞台に上がってほしいという気持ちがでかいんですよ。わかります。わかりました。興味津々。もっとステージで上がってこい。そう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 。オンザステージですよ。そうなんです。こんにちは。こんにちは。今日は何食べたの。今日はまだ何も食べてないよ。あらじゃあ今日は木の実でも拾ってこようかしら。勉強して会話かそんな感じでね、いつもね、
本当に空想の中で生きてるんです、そうなんですか。だからまあ今もうお芝居の中のイメージで、そうなの、そうなの、多分そういう世界観だと思いますね。常にね、分かってくれます？分かります。今どこにいるんですか？今私お城見えるんですよ、この辺に。こう虹色のお城が。だって、かなちゃんもともとね、小さい頃、何でしたっけ、犬が喋ってるの分かったんでしたっけ、うん、そう、私 ね、犬の声を聞こえてて、こう本当に本当に。でね、近くの近所の犬がいて、で、その犬はまあ捨てられてたんですよ。で、おじいちゃんが拾って、私が毎日会ってたら、その子私にだけ懐いてくれて、で、私がいつもね、あるものをあげてたんです。で、それをね、持ってまた行ったら、その犬が、ポップコーンって言ったんです。ちゃんと発音として、ポップコーン心に聞こえたじゃなくて、心、多分、ポップコーン、テレパシー、テレパシー、うん、ポップどちらからもあったと思うよ。かな。犬の設定が気になって、捨てられてて近所のおじいちゃんが拾って、そうなの、拾ってきたワンちゃん。うちの周りに捨てられない犬が多くて、それを拾う方が多くて、野犬が多いな。野犬じゃない、心が。こういう風にかなちゃん不思議なこと小さい頃いっぱいあったんです。すごいの。だって僕一番最初会ったくらいにこういう話を聞かされてですよ、それでまあ最初だから一応リアクション取るじゃん、あ、わかるわそれ、あるあるみたいなやつだ、はい、片岡さんと仲良くなれそうですっていう、そこだから基準が。え、待って、だからもう乗っからないとダメですよ、これ。え、これ、今まで嘘ついてたってことですか、じゃあ。わー怖ーい、芸人さんって怖い。店員さんって怖いねんじゃない、だけどそういうね、不思議な体験をね、そうそういっぱいしてたらしいですよ。心霊写真とかもしょっちゅう撮れてましたし、撮れるんだ。もうそういうの話し出すとね、多分ね、すんごいもう寄ってきちゃうし、違う、私のことは知ってほしいんですけど、時間が足りないので、私のことは後ほど。ちょっと待って、今日、これは なんかあれですか、そういうディズニーの世界から出てきた、この格好。わかります？わかりますよ。キラキラの、これ私服ですか？これは私服ですよ。どこで買ったのこれ？これはコンセント何なんこれ？ジュエティってとこで買って、ジュエティ、これはね、なんだろうね、常にステージの上にいたいっていう、このキラキラ感。すごいキラキラしてるもん。そう、でもね、ここにも似てるタイプがいるから。あら、私オーラがキラキラしてんの。カンナちゃん衣装が今日キラキラしてんだけど、私オーラがキラキラしてる。ちょっとどういうことなのかしら。私たちの世界で生きてる。どういうことなの。ちょっと二つ結びも今日被ってるじゃない。ほんとにお団子被ってる。でも大丈夫、被ってないことがあるわ。何？体重よ。うわで、私の方がちょっと美人かもしれない。待ちなさい、すごいの。だからもうね、日曜日から本番だからもうみんな仕上がってるって。ほんとやばい、今ですよ、ね、さっきのさっきまで通し稽古してましたね。え、みたいですよ。そう、なんで今日ラジオあるんだろうって。おい、確かに楽屋でずっと文句言ってたんですよね。文句言うんじゃないよ。さあ、じゃあ後ろ行きましょう。あ、はい、はい、大塚ドリームショーセクシー担当のちょうちゃんコーヒーでございます。あ、ひーちゃんでございます。よろしくお願いします。ひーちゃん、ちょっと被ってるんですけどね、ここがね、二人。リンカと、リンカと。被ってる要素ないですよ。いや、だから私もいつもこういう洋服着てるんですけど。着てないでしょ。着てないでしょ。やっぱ今日はね、ちょっと抑えめで。ヘロも、ヘロも。よろしくお願いします。ね、もう興味なさすぎですよ、そんな。ほんと、しゃべりたい。こんだけ自己紹介時間かかってるの久々。渋谷でひーさん見たんですよ。前歩いてるの見て、あ、ヒーさんだと思って、挨拶しなきゃと思って、お疲れ様ですって言ったら、振り返ったら、50歳のおばあさん。いや、ふざけんなよ、お前ら。髪の毛、はい、髪の感じとか。みんな瀬川栄子って言いますもん、最近。確かにね。いいです、いいです。負けません、負けません。なんか、あの、おじいちゃんがよくその帽子かぶってる。スッととかね、スッととか、いいんですよ。一生懸命隠してるんです、髪の毛を。後ろなんかファンキーだよね。後ろファンキー。そこなんかその、三鷹出してきちゃって。
いいじゃないですか、出したんだから。見た顔出したがるんだよ。出していきますよ、よろしくお願いします。最近ひーちゃんどうなんですか。何がですか。なんかそのお仕事とか、なんかそのドリームショーに向けてとか調子いいって聞いてます。あ、すごい、いろいろいただいて、お仕事、あとスケルトン公演もちょっと重要な役でやってるんですけど、はい、ちょっとまだ掴めてなくて、今日今落ち込んでるところです。そうなんだ。今日ゲネプロみたいにちょっと通してちょっと通したんですけど、そこはラジオ来る前にやったら、来てあんま掴めてなかった。そう、全然掴めなくて、あら、だからもうこれがまた戻ってやろうっていう、ね、何役なんですか。フェロモン。フェロモン、それしかありません。フェロモンがいっぱいいるんですか。それはもう見てのお楽しみです、はい、そうですね、楽しみです。1回ぐらい来てください、ぜひ。行かなくちゃいけないです。今回行きますか。はい、行きますよ。やったー。玉美さん、毎回その温度で嘘つくね。毎回来られてないんですよ。人間不信になっちゃう、これはもう。よろしくお願いします。お願いします。さあ、お隣。はい、大塚ドリーム賞1の田舎っぺ大賞、佐藤葵です。田舎っぺ、よろしくお願いします。田舎っぺちゃん、変わりました。田舎っぺ大賞、田舎っぺ大賞ですね。だから今まで大塚ドリーム賞に出演させてもらって、はい、今までのチームで気づかなかったことをスケルトン公演で気づかせてもらいました。どんなこと気づいたんですか。いや、でも見てください、このきらびやかな感じ。はいはい。葵さんも輝いてるよ。シェイクシェイク。ちょっとなんか葵ちゃんなんか前列を指してましたけど、あの、みゆちゃんもいますから。そんなことない。みゆちゃんゲストですからね。分かってます。今ね、指してくれたの、ちゃんと。指してた。あ、私来ないと思ってたの。はい。コンコンコンって終わると思ったら、ちゃんとここに来た。あら、あら、葵ちゃん、そういうことです。葵ちゃん、優しいんだよ。そう、みゆちゃんそういうの気にするからね。よかったね。これで3回までミスできるよ。よかった。どうなの最近、葵ちゃんは。最近そう、スケルトンに向けて毎日なんか見ても言え、あんまり言えないんですけど、私本当一人だけハンデが大きくて。そうなんですよ、ハンデが大きい中、みんなと同じように頑張ってるところをぜひ見ていただきたいです。間違いない。それはない。役が多いとかそういうこと。見に来てください。あら、あ、見たくてしょうがない。しかねえな。あ、やった、やった。本当来てくれると嬉しい。嬉しいです、見てもらいたいです。絶対来ない。なんでなんで。来たら逆にすごいと思う。行こう行こう。やったー。絶対行かないよ。来てほしい。お願いします。お願いします。ちょっと遠い目をしてしゃべる。遠い目、距離を感じるわな。さあ、じゃあお隣。はい、はい、さあ、最後はみゆきです。な、今さあ、最後はみゆきです。さあ、お待たせしました。最後はみゆきですを略したら、さあ、最後。そうなんです。ねえ、あれ、髪切りました。あ、いや、わかります。そうなんです、すごい。なんで分かりました。前と違った感じがした。すごい。昨日美容院に行ったんですよ。で、はい、あの、髪明るかったんですね、昨日まで、うん、で、はい、あの、このままな感じで、あのなんだろう、透明感のある色がいいなとか言ってたら、出来上がったら結構暗くて、うん、で、あれ、これ透明感ありますと、暗くしましたよねとか言ったら、いや、暗くしてませんとか言って、なんかそう、暗くしてませんとすっとぼけ始めて、そう、すっとぼけ始めて、えと思って。でも、黄ばみを取ってなんか透明感を入れるためにはアッシュみたいな感じしないといけないみたいな感じが言われたんで、はぁ、あ、はぁ、あ、と思って、はい、でも、トーンって暗…ちょっと待ってください、まだ続きます。みゆきちゃんは話したい。普通の話をもっともらしく喋る天才ですから。今みんな聞き入ってましたよ。じゃあ聞こうか。ごめんね、はい、どうぞ。でもね、あの助かりました。助かりました。まあ、あうんの呼吸で分かりますか。そうなんです。そろそろだなっていうね。そうそう、天才。実はいいコンビなんです、結構。あら、あら、あ、あ、私とカナだよね。ここのコンビね。あ、そうです、そうです、そうです。何、俺
なんか告ってないのに振られた勝手に行けんじゃないって言われて今もっと思ったらここでみたいな何なんみたいな感じでございますがね、はい、そんなスケルトンメンバーがもう日曜日からなのに、はい、お忙しい中、はい、今日来ていただいたということでございますね、はい、いろいろ魅力をね、引っ張っていければ、はい、照らしていければと思います、はい、じゃあここで曲いきたいと思います。今日はどんないった曲を、はい、ですか、今日はですね、はい、ザ・マルチーズさんでヒロインです。どうぞ。ということで引き続き今週のゲストは青塚ドリームショースケルトンの皆さんです。ということでございまして、続きまして浜口さんの2画目コーナー、はい、まあ、あの浜口さんがね、週刊少年ジャンプのね、集英社さんが2回芸人でありながら読み切り漫画デビューしているということで、ここは2画目書かせてもらってコーナーになりますが、はい、今日はどなたを書かれますか。どうしましょうね。書いてほしいね。後列の方全員書いてるんで、あ、これ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 私だけ書かれてないんですってずっといいですよ。ひーちゃん含め4人の中で、ひーちゃんかみおちゃんかりんがちゃんかあかんがちゃんですね。はい、書いてほしいな。欲しいな、欲しいな、欲しいな。今はもう久々に水吹きそうになる俺芸人出るとプッって言ってましたよ。いやもうレインボー、もうレインボー、うまい。さあどうします、浜口さん。みおちゃんを描く。いいなぁ、先に失礼します。私はお嫁行くみたいな感じで言うんじゃない。お先失礼。さ
さあ、というわけでございまして、はい、じゃあ浜口さんが似顔絵描かれてる間は今回はね、新しいゲーム持ってきました。おぉ、新ゲーム、あの新ゲームでね、今日買ってね、家届いたんです。これまあちょっとね、ちゃんとした正式名称あるんですけど、はい、まあ簡単に言うとね、うん、あのおならゲームなんですよ。おならゲーム最高だ。最高だ。ここにおなら代表がいます。おなら代表、おなら代表、おなら代表、やらかしてるんですか。稽古中やらかしてるんですか。そういうわけじゃないですね、うん、あの皆さんに2枚ずつカードを配ります。はい、で例えばこれはリバースです。あーね、矢印で、これ×はスキップ。あスキップ、例えば、これ3ってなったら、これを3回1、2、3ってやるんですよ。そうすると、最初はプチュン、プチュン、プチュンっておなら出る前に溜めてるんですよ。あー、溜めてる。誰か1、2、3、4って言うと、誰かの時にブーってなったら、もうその人がヘコキムシ、やだー、ヘコキムシで抜けていくゲームなので、結局最後まで誰が残るかみたいな、最後までヘをこかなかった人が勝ち。そうそうそう。これはこのリバースとかの、あ、これはだからリバースは順番がこういう生まれ方してたら逆になるとか、あ、自分、みんな2枚ずつやるから1枚使ったら1枚ここから引くみたいな、あ、もらう、そういう感じでございます。ようございますか。はい、じゃあ適当にもう2枚ずつ、はい、2枚ずつ、はい、はい、これ見てもいいんですか。いいですよ、はい、私もじゃあ2ずついこうか。じゃあ、はい、これを配信で頑張りますね。はいはい、すいません、すいません、はいはい、いいよ、見ていいよ。ありがとうございます。じゃあ真ん中を置きますよ。じゃあ、シャッフルしましょう。じゃあ行きますよ。はい、もう簡単、はい、僕からでいいでしょ。いいです。はい、じゃあ、ヘコキムシ、イエーイ。どんなラジオだ。うわ、じゃあ行きますよ、私から、はい、これ4だから、4回行かなきゃいけないの。うわ、1、音小さ、はい、音取れてるんですか。2、3、これセーフ。あ、ちょっと遅くなった。そうそうそう、怖い怖い。これで私、新しいに取りました。さあ次、森田さん。はい、じゃあ僕も数字の4。えぇ、これもうおなら。あ、じゃあ森田のマイクでいきましょうか。はい、ね、はい、あ、ちょっと今、今一回こうしときました、こうしときました。はいはい、モリさん。はいはい、絶対。もう、はい、もうおならが。行きましょう。4回押せばいいですね。はい、はい、行きますよ。はい。大きくなってしまう。はい。3。セーフ。じゃあ次、みおちゃん。はい。あたりのカードは、はい、えい。あ、リバース。あ、リバースよ。モリちゃん。さあ、部を越えてください。あ、で、ディーバーそれでここ出しましょう。はい、出します。で、みおちゃん、新しくここから取ると。はい、ありがとうございます。ようございますか。はい、森田さん、じゃあ僕出していいですか。いいですよ。はい、リバース、わー、リバース返し。じゃあ、みおちゃん、リバース出た、リバース返し。え、なんだろ、全然ありえます、これありえますよね。はい、じゃあ、3。ああ、やばいやばいやばい、こっち来た。俺もう出ちゃう。いや、もう俺鳴らしちゃうよ、これ。やばいやばいやばい。1、はい、2、はい、おぉ、止まってる。リバース、もうリバース、ちょっと森田さん、なんで、すごい、森田さん、もう俺ら3人でしかやってない。ほんと全然回ってかない。回ってきてほしい。じゃあ行きます。はい、1、お、1です、1、じゃあ、はい、で、やばいよ、そろそろ、せーの、はい、溜まってる、溜まってる。次、じゃあ、ミオだね。ミオ、いきますよ。大きいのいっちゃうんじゃない、大きいの出しちゃうんじゃない、大きいのいっちゃうわよ。うん、大きい筋、せーの、あー、ちっちゃい。ちっちゃい。だけど、来るかもしんないからね。そうだよ、来るかもしんないよ。行くわよ、行くよ、せーの、おい、おい、せー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 、溜まってる、溜まってる。じゃあ、次でいいんか。はい、いきます。はい、これなんで、あ、スキップ、ひーちゃん、あ、こう、じゃあこうしようか、こう分かりやすく、あ、はい、じゃあ、みゆ、はい、よかった、よかった、そうか、あ、自分が出したよかったけど、全然ゲーム参加できてない。そうそう、今どういうこと、一番ガヤやってんのね。本当に、はい、4、 あ、やばいよ、やばい、もうこれはもう、もう、もう、へこき、へこき、やってください。
もうへこきだよこれは。あ、待って。1回目へこき虫、へこき虫。さあもうみゆちゃん終わりです。終わったら、はい、はい、お休みですね。じゃあもうこれなくなります。さすがだね。私生活でもゲームでも。あおいちゃん行こう。バンバン鳴らしたやつは消えていっちゃうからこれ。あ、あ、スキップ。というとひーちゃん飛ばして俺。まだここら辺はね、大丈夫。こういう時大きいの言っちゃうんですよ。お、1、2、3、はい、あ、これって不定期なんですか。不定期。不定期なんだ。急になる時もあるんだ。じゃあそう、1回目になる時もある。いきます。5、 5、 5、 5。結構大きいな。1、1、1、1、1、2、3、4、おー、セーフ。セーフ、強い。セーフ。じゃあ次、みおちゃん。みおちゃんいきますよ。はい、出てこい数字、えい。1、いや、サッカー手堅いな。いいんだよ、それで。1しか出ない人、うん、せーの、1、セーフ。はい、余裕、はい、余裕。じゃあ、りんかちゃん、いきます。いや、手堅い。全然参加できない。なんで？しょうがない。もうりんかちゃんがそうする。ちょっとそろそろ参加したいね。はい。ねえ、参加したい。参加したい。参加したいよね。したいもん。じゃあ、押したいの、私も。じゃあ俺攻めるよ、5。おぉ !1、2、3。へっこき虫、へっこき虫、へっこき虫。ただただ屈辱です。負けました。さあじゃあ次、はい、続きまして、じゃあ、じゃあここは5。お、はい、お、すごい、お、大きいのばっかりいきますね。なんか全部強い。確かに全部強いんです、はい。2、3、なれなれ、4、なれなれ、なれ、5、はい、見えました。もう全部見えましたから。あ、言いましたね。さあ、ミオが攻めてくるよ。いきますよ。出てこい、リバース。おお、いいね。やばいっすよ、リバース。リバースの嬢だわ。じゃあ、いきますよ。リバース、リバースの嬢。3。はい。森田さん、数字刻みますね、ちゃんと。ね、ほぼ分かるよ。1、2。やっと参加できるじゃん。ほんと？あ、そうだ、だって俺はもう負けてるから。そういうこと？そういうこと？リバースだから。やっと押せる。やったー。いける、やった。やった、いったいったい。選んでください、どれでいったれ、いったれ。私は、はい、これなんだ。いや、飛ばすけど。結局、スキップかい。あった、私、私。そうか、そうか、そうね。じゃあ、めちゃちゃんだ。やっと、スキップなんだ。すごい嬉しそう。一発目、すごい笑顔。いや、スキップだ。何だよ。なんだこれ。ないんですよ、それしか。じゃあ次誰だ。私、また。こうだから、うん、本当はカンナちゃんからミオちゃん行かなきゃいけなかったんじゃない。違うか、逆になる。リバース。僕の次、バップ。まあ、バップ。まあじゃあ、まあなんかわかんないけど、まあ、雰囲気的に、雰囲気的にミオちゃん行きましょう。出したいんだけど、せーの、はい、リバース。リバース、また流れ変わった。ううじゃあいいんじゃない、次リンカちゃん。はいはいはい。じゃあ、1、あ、1、あ、リンカ大丈夫かな。リンカ大鳴らしないと。せーの、セーフ。かわいい、かわいい。セーフ、セーフ、セーフ。1枚入れてない。で、次、カンナちゃんですかね。そう、私は発音しなるか、発音しなるか、スキップ。スキップかい。スキップばっかり。もう押せないんだ。参加しちゃってスキップ、スキップ。押せないよ、これを。どうしても。さあ、ってことはスキップしたんで、ヒーさん。ヒーです。ヒーさん。誰も押せないね。押せない。押しなさいよ。もう押せるかな。押せる。スキップかい。押せ、押せかい。参加しろや。したいよ、私もしたいの。したいの。したい2人がね、うん、そう。じゃあ次はみおちゃん、はい、行きましょう。大きな数字、えい、1。あ、みおし、いいよ、強いよ、みおちゃん強いよ。せーの、うい、これ森田か。あ、僕ですか、うん、はい、
はなってほしいな、森田さん。なってほしい。そうだよ、ね。ちょっとそろそろ溜まってる。そろそろ溜まってますか、はい、爆発させて。溜まってるんだったら、リバース。うわなんで強いのってことはどうすんの、ミヨシ。じゃあ、ミヨ。はい。ミヨシ、どうすんの、はい、リバースをリバース。うわさっきからリバース、ここにしか来てないじゃん。そうなんですよ。じゃあ、はい。溜まってますもんね。はい、はい、ということで、はい、スキップで。うわあ、また飛ばされちゃって、はい、じゃあ、青い子、こうだね、こういこう。じゃあ、ひーちゃん。中学校で、あ、青いか。青いか。青いじゃあ、青い。青いちゃん。青い、いきます。こきます。青いちゃん、いきます。あ、押せるじゃん。ちょっと、へこき。青いちゃんが初めて押せる。青いちゃん、鳴らして、鳴らして。お、お、お、出ない。いやいいじゃん。出なくていいね。出なくていいゲームだけ。さあ次はひーちゃん。はい。なんかちょっと初めて。ちょっと恥ずかしい。やっと押せるじゃん。やっと。ファースト押し。やだ。ファースト押し。大丈夫だね。溜まってるよ。いやあ。ヘコキムシ。ヘコキムシ。ヘコキムシ。一回でなるってあなたもうクイーンですよ。いやすごいすごい。はいじゃあひーちゃんは終わりでございます。切ったね音だったね。変わんねえよそれも。なんでだよ。リンカ受けすぎなんだよ。リンカ。意外と下ネタが好きだったね。リンカちゃんね。さあじゃあ誰ですか。次は？次さんの次って僕ですか。うんじゃあ森田行っとこうか。はいじゃあ行きます。スキップでおよあらリンカまた参加できず、はい、あ、なんで私ですかじゃあリンカちゃん行こう、うん、はいこれちょっと攻めようかなはいおっおっいいよいいとこなったばっかだからね、はい、そう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 、うん、いきますはいせーのあっなんか音が曇ってるあ、3 4 6おぉたまる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 さあ次次、ミユ、誰ミユあ、ミユさんミユもなくなったミユもなくなあ、そうだった初代です初代、初代じゃあ、葵ちゃんやだなあ、はい、葵さんでじゃあ、行きます葵ちゃんもう、こきたい情報こきたい情報あこけるんじゃないこれ出るかなこきに来たこきに来たぞ1 2ああハマるね出ない出ないじゃないよ出なくていいゲームなんだよ、ね、さあじゃあ続いては三好行くか三好行きましょうか、はい、やっとはい3おーおーやっと1以外の数字が出ましたよ出るんじゃない出ませんよせーの1 2 3あーうそでしょ待ってはいヘコキムシよヘコキムシありがとうございますあいまで入れなくていいからよじゃないよありがとうございます、悔しいさあ、続いてはリンカ森田ですね僕ですね、はいじゃあ行きます僕は3でおー、はい、おーさあ行きましょうよー1 2 3じゃあ、カンナちゃん私、うん、どうしよう、まだ3だもんな3だからな、まだどうしようかな、どうしようかなだってまだ押してないよね押してないよ押しなさいよ押してる、まだガチで勝ちに来てんじゃんじゃあ まだね、押したい、押してみたいんで押してみますよああ、一回あこれからなるわけがないから、うん、なるよね、よしよし、私の世界でおならなんてないからあ、そうああ、おならなかった、セーフなかったね守られたよさあ、じゃあリンカちゃんかなはいおじゃあ私また3であっ攻めますねいきますリンクも鳴らすの見たい見たいせーの1 2 3あー守られた葵ちゃんかな、はい、来るんじゃない来るんじゃないそろそろありえる2あっあいいんじゃないまだ貯めれんじゃないいきます行こう行こう行こうあ出ない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 続きましては僕も2お、はい、お2でいきますよあやばいやばいそろそろあヘコキムシヘコキムシヘコキムシついにエンペラー森田倒れるイエ
はい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 、この君こそスターで初めて負けました。そうね、ゲームキング、はい、さあ、カンさんちゃんいきましょう。私ですか。え、3人、もう3人対決だ。3人だ。うわ、負けられない。三つどもえ、三つどもえ、誰が持ってるかね。そうですね、負けられないわ。今お鳴らしましたもんね。はい、言い方よ。言い方よ。すごい。可愛い。言い方よ。じゃあ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 、はい、数字刻みます。2。あ、いいじゃないですか。僕？僕？ドヤ顔、ドヤ顔がすごいもんね。リンカ行きましょう。そうですね。まだ大丈夫。まだ大丈夫。まだいけるよ。2回行きます。おお。さあ、青い。はい。じゃあ青い。あ、大丈夫でしょ。みんな今6回、10回前後で大体なってますよね、データは。どうしよう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 。あ、カードなくなった。お、ステンプ第2ステージ第2ステージ入りました。今もう準決勝だからね。じゃあ、いや、行こう。2。お、いいよ、攻める女。おだらない世界でいい。リアクションするな。さあ、続いて。じゃあ、私も2。おぉ、やばいよ。おぉ、おならするよ、これ。リンカはしない。おならよ。あー、たった。やばい、やばい、やばい、やばい。ついに、ついに、ついに。ついに、ついに。1、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 
ラボかい。すごい。白さん。なんだ。おならを刺したいのは葵だ。あーあー。きた。一。一。いきます。いきました。あー7もかい。いや、みっか。これこれ来るやろ。でかいのをこくのか。みっかが溜まってるから。ちょっと私、おならはちょっと NG。あー、やばい。一番おならが似合う女。うるさい。あー、一。一めっちゃ溜まってる。いきます。あー、強い、これはやばい。さあ、おならのない世界に。どうしよう。やっぱおならは嫌だ。あー、青いだ。あー、すごい。集中攻撃。しょうがない、ここで。お。ちょっと待って待って。攻めます。これで出るか。攻めます。勝負かけられたね。出ちゃう、出ちゃう。1、2、あー、ヘイコキムシ。ヘコキムシ、ヘコキムシ。やっとこけたから喜ぶ。さあ、でも決勝ですよ。決勝。2人、指定対決。あ、指定対決だ。そうよ。さあ、どうしますか。私はおならをこかない。私もこきません。さあ、いいですよ。こいちゃいなよ。早くこいちゃいなよ。おならクリーンだ。さあ、番組あと7分で終わりますけど、行きましょう。どっちだっけ、確か。攻めてこ、攻めてこ。3、はい。1、2、3。いいですよ。はい、決めます。5。おお、3、4、5。おい、飛んだ、おい、飛んだ。2。ああ、お互いリズム感あるからもう分かる。ハマってきてるの。私も2。おお、よし。おお、ヘラモン対世界。2、2でいきます。これ勝負だから。うん、はい。あ、さあ、どうですか、初代クイーン、この戦い。うん、もっと楽になったらいいかな。貫禄が違う。もっと楽にね、リラックスしよう。負けられないんだ。いや、負けられないって本気なの、やっぱおならゲームでも本気だからね。素晴らしい、プロ意識が高い。そうなの、いつも私に勝とうとしてくるの。先輩が負けたくない。でも私は一回しか刻まないわ。先輩、私も一回しか刻まない。うわっ、あと2ぐらいでいくよ。あと2ぐらいで。もうちょっと漏れてる。やばい、これもう無理だ。このカードしかもうないんです。いけ。おっ、わー、
が優しく、優しくやってみよう。あれ、おならは必要ないな。負けた。いやだ、いい戦いでしたが、りんかちゃんはいかがでした？いや、やっぱ先輩にはまだ努力が足りない。いや、努力とかじゃこっちもっと頑張って鍛えます。いやだ、よかったです。決勝の尻を鍛えます、ここまで盛り上がると思いませんでした。はい、ただおならをこくかこかないかだけなんですよ。くだらない。すごい、いろんなね、キャラクターが見えたんじゃないでしょうか。肩凝っちゃったの。葵だけは、私はこきたい。まさかのこきたい宣言ね。ゲーム性がね、普通ブレるんですけど、俺これね、こっち側やると、ずっとなりっぱなしになるの。え、だからこれ満員電車がパパパパって音なんて、カバンの中でやったってすげえ恥ずかしい。そうなの、それ知らなくて。めちゃくちゃ平行でした。さあ、じゃあ皆さん、もうお時間でございますから、皆さん、告知等あれば。もちろんあれでしょう、告知といえば。あれですね。もちろんあれでございます。行ったれ行ったれ。大塚ドリームショースケルトン公演が10月20から27日あります。イエーイ。いや、残念ながら20、21完売でございますので。すごいでしょ、完売してるんです。残り席もやばいので、もう少ないので数が、はい、もう早い者勝ちです。早い者勝ちです。早く取らないと、取らないと、予約、ね、皆さんに SNS 等でいろいろあれですもんね、予約取れますもんね。はい、取っていただければと思いますので、お願いします。はい、ぜひ待ってます。待ってまーす。さあ、他告知とかは大丈夫ですか？別にこういう、まあお腹すいたなって感じ。それは感想でしょ。今日自由すぎません？やっぱおならして楽になってる。もう後半いいですよ。ねえ、というわけでございまして、浜口さんが描いたみおちゃんがもうできましたかね。じゃあもうオープンさせていただきますので。すごい、この番組書きやすいですもんね。50分までだ。毎回聞いてんじゃねえか。毎週聞かれてる。50分だよ。今ちょっとね、サインを入れる。あ、素敵。みおしだってわかりやすいかな。書きやすい、書きやすい。じゃあ森田君、せっかくですから、なんかね、いろいろ皆さんの質問を聞いてきてくれてますから。はい、何かあれば、ね、はい、何かあれば。あ、わかりました。これ気になったなっていうのあればね。じゃあ最近ですね、じゃあ葵さん、葵さんでございます。なんか、まあもうここ来るたんびに、はい、その漫才女優って言い張ってる、はい、ああそうだよね、まあ、言い張ってます、はい、でも本当に漫才にハマりすぎて、最近お笑いライブで、はい、その対戦式のお笑いライブとかで優勝しまくって、お笑いライブ嵐みたいな感じになってるらしいっていう。そうなんです。ちょっと一個、はい、お笑いライブで優勝して、はい、なんか賞金がもらえるって知らなくて、はい、葵ちょっと締めました。締めました。あと葵が、ひいさん、私ライお笑いライブ味しめました。これから賞金あるライブ全部出ましょうっつって。わあ、狙っていきたいと思います。いやだけど本当にどんどん上手くなってるからね。そうですね、いいと思いますよ。ありがとうございます。またなんかおしゃれすもね、よかったら、はい、ぜひぜひ。あ、確かに、お願いします。皆さんもよかったらね、なんかトリオ漫才とか。トリオ漫才とか、ね、あ、いいじゃないですか。あの横山さんセンターでね、5人漫才とか。あ、新しい、新しい、ね、そういうのとかもね、やってもらったらいいと思いますよ。さあ、ということでございました。浜口さんの中描いたみおちゃんができました。似ていたら皆さん正座の握手でお願いいたします。いきましょう。浜口さんが描いたみおちゃんの似顔絵です。こちら、オープン。はい、あー、かわいい、かわいい。リアクションいいね。素晴らしい。いい仕上がりです。いい仕上がりね。どっちが私か分かんなくないですか？分かる分かる。なんだよ、そこまで。
ということでございまして、皆さんね、体調には気をつけて本番をね、乗り越えていただければと思います。本日のゲストは大塚ドリームショースケルトンメンバーでした。また来週、バイバイ。ありがとうございます。